仏チャンネル。はい、こんにちは、みほとけです。ここはどこかと言いますと、京都の金戒光明寺さんに来ています。ようこそ。はい、そして今日ご案内していただく伊藤さんです。伊藤です。お願いします。今日はなんと秋の特別拝観が始まったということで、はい、もう初日にもう突然飛び込みで来させていただきました。はい、ようこそ来ていただきました。ありがとうございます。はい、そしてこの夕日の見えるこの一番の景色、山門と京都タワーがこれですね。あ、アップできなかった。と、そして鐘楼とありまして、早速じゃあ中の方へお話を伺いながら、はい、参らせていただきます。よろしくお願いします。はい、温度は正常です。 36.38 度です。こちら早速入らせていただくのが大殿です。伊藤が撮影しております。伊藤が撮影しております。どうぞ。こちらがですね、法然上人がお祭りになられてもらっておりまして、法然上人が比叡山清流寺でご修行されたですね、お念仏の教えをこちらの町の方に広げるために初めてお祈りした場所がこちら今回光明寺の地になるわけでございます。いや、意外にも、はい、質素で木で色とか塗られてなくて、はい、もっとビッカビカに光ってると思ってたんですよ。本音少年、本音少年さんが、はい、開けてください。今日は特別に。はい、ではこちらでお待ちください。はい、ありがとうございます。お待ちします。これでしょうか。安心しましょう。ちょっと座ってください。解像度が上がりました。ハスの上に座ってらっしゃいますね。京都はだいたい祖師堂っていうのが大きいですね。あの浄土宗の祖師さんで本殿します。真ん中です。外に阿弥陀堂ございます。こちらは本殿、浄土宗のご本尊阿弥陀堂にお祭りされています。天井高くて、そうですね。昭和9年の火災なんで、はい、19年、昭和の19年に再建されているのでございます。当時の京都大学の名誉教授の天沼博士、はい、天沼先生にこちら建築依頼させていただいて、光がたくさん入る構造、また私たちの声がよく響く構造で作られています。へー、でれれれれ。こちらが法然上人の右手にいらっしゃる千手観音様。吉備の真吉備香が縁あってお作りになられた。吉備の真吉備といえば、はい、ね、めっちゃ古くないですか。そうです、平安天平、天平、はい。はい、はい、良縁行事の観音様ですね。いや、光で光ってます。滝藤、はいはい、さっきから見ました、はい、滝藤さんの秀吉が亡くなってた、はいはい、寝室というか、亡くなった部屋というか、
ちら、テレーン。来た人にしかわからない仕組みがある非公開の虎ノ間です。はい、虎ノ間の次はこちらが松の間です。松の間がございまして、そして、見てください、見てください、そうですね、ちょうど見頃だと思います。見頃、素敵。青もみじと、はい、赤になりかけてるもみじと黄色いとか、素敵です。旬の庭です。これお手入れ大変そうですね。もう一生懸命頑張っていただいてます。わー、ロマンチック。この角度ですね。わあ、かっこいい。これは年賀状ですね。ひえー、めっちゃかっこいい。これはどういう事態なんですか。どうしてこんなに綺麗なんですか。今池に水落としてないから波紋がね、ないあの、あ、すごい綺麗。法然上人が修行した場所が元黒谷、はい、黒谷、今でも黒谷って言うんですけど、はい、法然上人が降りてきた場所、はい、ここを、ま、黒谷上人って言われるんですよね、大体、はい、場所の地名で呼ばれるんで、で、ま、新しい黒谷上人が住んでいる場所っていうので、新黒谷、はい、新黒谷も元黒谷も両方その元とか新とかが取れて、はい、両方黒谷っていう。広いですね。しかももう森がすぐそこですね。庭で塀で囲まれてとかじゃなく、もう森とくっついてるんですね、はい、ちょっと上がってるんですね。森の空気がします。森の呼吸ですか。森の呼吸一の方これ実は仕掛けがあります。仕掛けが、はい、何に見えますか。仕掛けが何に見えますか。仕掛け、仕掛け、うん、島、島ですね。島です。ちょっと見えづらいけど、はい、足元に足、あ、はい、はい、どうぞ。亀、ファイナルアンサー、はい、正解、はい、あ、ありがとう。ここの御仏さんの足元、ここ見てください。はい、あ、え、え、かわいい、カメがいらっしゃ、隠れた鳥ですね、これ。かわいい、あ、いる、いっぱいいる。え、なぜですか。カメさんが皆さんをこっちですよ、こっちですよって案内してくれてます。なんすか、竜宮城かなんかに行けるんすかね。カメラじゃ伝わりきらないな、悔しいな。百聞は一見にしかずで、ぜひ実際に来ていただいて。はい、間違いなくこうですね、ベスポジ。そうそうたる方々のサインが、大工場の、はい、瓦になります。たった1000円でこれはしますわ。で、この新選組御朱印がいただけるんですね。めっちゃかっこいい。誠って誠会津藩、え、僕が作ったんですか。制作者がこちらに、はい、はい、素晴らしい。このめちゃくちゃかっこいい御朱印を作った
制作者の方です。あのここの一番気合い入れた部分を教えてください。やっぱり新選組は会津藩あってこその新選組なので、はい、まず会津藩、はい、で後ろに会津公の葵の御紋、で、まあ、一応新選組の誠をあしらったという。かっこいい。でこのあこのこれですね。ダンダラ、すごい。ぜひ会津の方のために作ったような、はい。そうですね。ぜひ記念にいただいてください。はい、ああ綺麗ですね。ここは皆さんあの一般の方でもすぐ入ってこれますので、ぜひ黒谷の配管は行かなくてもここの景色だけはどうぞご覧ください、はい、ご覧ください。でも中ももっとすごいんで、私はぜひ入ってほしい。ぜひ。さあ、ここが今回光明寺といえば仏像好きがトンタントンタントンタン、じゃーんじゃーらーん。仏像好きがもう唾を飲み込む、よだれを流す、どっちですか。ほど恋焦がれるご甲州闇田様がいらっしゃいます。いやー光ってますね。ここだけポーッと浮かび上がって、はい、彼だけが尊い私を救うためにどうすればいいかという考えを凝らして、五甲の間、はい、一生懸命考えてます。五光年、一光ってあれですよね。四十里四十里の岩があって、はい、そこに百年に一度天女が降りてきて羽衣でスッと鳴らす、はい、それの摩擦でその岩が消えるのが一光、はい、それが五回。バカみたいに長い。宇宙的な数字ですよ、宇宙的な数字です。すげー。ツーショット撮っとこう、はい、あ、大丈夫ですよ。はい、ということでぐるりと一周、今回光明寺さんをディープにツアーしていただきました。ありがとうございます。こんな感じで山門からの紅葉も格別です。カメラじゃ伝わりきらない。はい、このように今回光明寺さんのライトアップが12月までです。12月6日まで、はい、しております。ぜひ皆さん参りに来てみてください。お待ちしております。はい、伊藤さんを見かけたらこんにちはと声をかけてください。お願いします。さあ、まあ、GoTo いろいろありますけど、コロナ禍でいろいろありますけど対策バッチリでした。はい、はい、基本屋外です。はい、ということで本当にお世話になりました。いえ、とんでもない。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では、以上、みほとけが今回光明寺からお届けしました。伊藤さん、ありがとうございました。ありがとうございます。合唱。